矢場系瀬セリ州法矢場北江彦山国定公園は、九州北東部にある国定公園である。大分県、福岡県、熊本県にまたがり、矢場系北盆地界隈及び彦山が指定区域となっている。佐渡谷彦国定公園、美和湖国定公園と共に1950年7月に国内で初めて指定された国定公園の一つである。 ヤバ系は、来山陽によって、天下の気象とされ、名を轟かせた、継承地であり、セリ集法などを見どころとする国内有数の渓谷。また、その上流には異なる景観を誇る死にヤバ系、裏ヤバ系、奥、ヤバ系などがあり、古来ヤバ重0系が知られてきた。北は、江戸時代より天領として林業が推奨され、杉の美林が知られるほか、水京、 また中津江村区域の大西金山など、近郊山土地で知られる。指定区域は、北盆地、その東方のくす盆地の界隈と、大山川上流一帯であり、代表的な継承地として、溶岩大地の万年山がある。また、熊本県は、ほんの一部がかかっているに過ぎないが、杖立温泉は、道公園内にある。彦子山は、古くから、霊源新たかな山として、 主剣道の聖地であった。現在も手付け数の自然林が残されており、また周囲には、栄彦山神宮が鎮座するほか、神仏集合の名残を残す古刹の跡が点在する。万年山、ヤバ系ヤバ系、青の道門国定公園切手優勢賞は、国定公園切手シリーズの一つとして、1959年9月25日に、青の道門と三隅川の迂回を描く切手を、 発行している。また1999年2月1日に、ふるさと切手として、青の同門とセリ集法を描く切手も発行されている。ありがとうございます。